鉄系超電導物質は、鉄を含み超電導現象を示す化合物。同酸化物以外では、二放化マグネシウムなどを抑え、2016年現在、最も超電導テミ温度の高い高温、超電導物質である。研究が活発化した2008年の1年間で、t c が2倍以上に急上昇したことから、さらなる研究の発展が期待されている。 水銀などとは異なり、鉄自体はいくら冷却しても、超電導を示さない。また、鉄は、磁性の象徴であるので、その化合物が超電導を示すはずがないという、考えが以前は、一般的であったが、鉄系超電導物質の発見によりこれらの、常識が覆され、新たな超電導物質の可能性が広がった。超電導定義温度のフッ素濃度依存性基本となる、 蘇生は、ルンフィーズ素 1XFX 及び、アフニアズニ、アフィーズなどである。ルンフィーズ素 1XFX については、X イコール0だと超伝導体には見られず、O2 体を数、数程度 F マイナスで置換して、電子をドープすることにより、超伝導体に変化する。また、F マイナスを点火せずに、高圧合成によって、 酸素欠損を生じさせ、ルンフィース素 1X という素性にしても、超電導転移が観察されている。なお、アズを P で置き換えた、ルンフェポ、およびさらに FE を NI にした、ルニポでは、酸素欠損が全くなくても、超電導体となる。多元系であることからこの系の物質の表記法については、混乱が生じており、例えば、東大グループは、 化学式及び略記 SC-22426 を中国のウェンラのグループは化学式及び略記32522フェースを用いているほか中国のチェンラの論文では SR にスクフィース素3ドイツのテーゲルラの論文では BA に SCO3 フェースと表記されているように類似の物質に関して複数の表記法が用いられているので 関連論文を検索される場合は注意されたい。ラフィッソの結晶構造結晶構造としては、FE イオンが正方格子を形成しており、FE の 3D 軌道がフェルミ面を構成する。FE 同士は金属結合になっていると考えられ、ヒ素などのプニクトゲン元素が FE と強い共有結合を作り、構造を安定化させている。このため、電子のドープを行うと、 反響磁性スピン配列が消え、超電導転に温度が高くなるという解釈もできる。ルンフィーズ素 1XFX の母物質の一つであるラフィーズ素の測定では、160系付近で、正方明から射放症への転移が起きることが分かっている。この付近の温度では、非滅のピークも見られ、ラのスピン合子緩和時間が発散して、スピン配列が生じている。 FE のスピン配列は、フェース平面内で、A 軸と B 軸の長さが等しいが、160K 以下では、両者の長さに差が生じ、反響磁性的な整列状態になる。これらの結果より、140K が、ネイル温度に相当すると見られる。イットリウム系超電導体などの同系酸化物、超電導体においては、超電導を担う区を2面を多層化すると転移温度が、 上昇することが知られており、鉄系超伝導物質では、アフニーアズニなどが多層構造を有する。この構造では、A に BA を用い、その一部を K で置換することで、高い超伝導点温度が得られている。一方で、同系では、区を二面の元素を置換すると超伝導特性が、急激に悪化するが、鉄系では FE を10%近く使用などで、 置換してもそれほど大きな変化は見られない。同型酸化物は母物質がもっと絶縁体であり、キャリアをドープすることで生じる異常金属性が超伝導性を示すが、鉄系超伝導体は母物質がもともと金属であり、化学就職の果たす役割は明らかになっていない。また、同型ではフェルミメンが cu の一つの 3D 軌道と O の 2P 軌道からなるが、鉄系では酸素などアニオンの器用はほとんどなく5つの 3D 軌道から構成される。このため、鉄系ではフェルミ面に複数のポケットが存在し複雑な構造を有する。従来、磁性元素における電子スピンマの強い相互作用はクーパー体の形成を阻害すると考えられてきた。このため、 典型的な磁性元素である鉄を含む物質は超電導の研究において非主流の存在であった。一方、東京工業大学の細野秀浦は磁性半導体を探索する研究の一環として、ラットンプのまたはアズで表される素性の物質を系統的に合成し、低温における電気抵抗をルーチンワークで測定していた。セミ金属には MN、 CO, NI, ZN, Fe などが用いられた。これらの物質の中で、ロフトやラニポ、ランニャッソが超伝導性を示すことが2006年から2007年にかけて発見されたが、超伝導点温度が 6K と低いことから、それほど大きな注目は集めていなかった。さらに高温で超伝導性を発現させるために、成功や電子のドープが行われた結果、 F マイナスを4%以上ドープすると、ラフィースソイ XFX が超伝導体となり、10%のドープで、t c が 26K に達することが分かった。また、高圧を印加することで、t c は 43K になることを、日本大学の高橋博樹らが発見し、これは二放化マグネシウムなどの値を超えて、同酸化物以外では最高温度の新記録となった。 さらに、サマリウムなど、イオン半径の小さい気ドルイオンでラを置換することにより、4月には中国科学院などのグループが、DC を55系まで引き上げている。2010年4月23日、理科学研究所が、鉄系高温超電導体の超電導発現機構解明のために決定的な手がかりとなる、クーパー体の構造決定に実験的に始めて、成功。 2010年10月22日、東北大学と科学技術振興機構の共同グループが、鉄系超電導体の電子体の構造が、物質によって共通であることを発見したと発表し、米国物理学開始、フィジカルリベイウレターズに掲載された。2011年7月13日、東北大学と科学技術振興機構の共同グループが、 鉄系高温超電導体の超電導素害因子を発見したと発表。2012年9月14日、東京大学物性研究所科学技術振興機構の共同グループが、鉄系超電導体において競合し合う2種類の超電導のノリを発見したと発表し、米国科学雑誌サイエンスに論文を掲載。2013年11月14日、 名古屋大学と岡山大学のグループが最高 TC45 系ながら従来の111系がレアアースを25%含んでいたのに対しレアアース含有量を2から2.5%に程度に低減させ低コスト化につながる112系の開発に成功したと発表した2014年3月16日東京大の細野秀夫教授 松石里志淳教授らのグループが、鉄系超伝導物質で、構造変化を伴う、第二の直秩助章を、発見を英国科学誌ネイチャーフィジクスのオンライン版に公開。二千十四年八月二十七日、東京工業大学フロンティア研究機構の細野、秀夫、お、各健吾、雷和ズノのグループが、液体アンモニアを溶媒とする低温合成法により、 鉄系超電導体の一つである、鉄セレン化合物に、ナトリウムとアンモニアを相関挿入して、DC37K45K の新しい鉄系、超電導体を3種を発見し、その組成、構造を決定したと発表。2014年12月22日、東京大学大学院工学系、研究科物理工学専攻の三沢隆弘、今田正俊らのグループが、 スパコン、K を用い、計算機の中で、鉄系高温超伝導体の超伝導を再現する、ことに成功し、さらに超伝導が起きる仕組みも、明らかにしたと、ネイチャーコミュニケーションズに発表。2015年2月3日、東京大学が、鉄系超伝導体の一種である鉄、カルコゲナイドが超伝導状態へと変化する温度を、 従来の 15K と比較して1.5倍の 23K に上昇させることに成功したと発表。2015年7月3日、物質、材料研究機構が、鉄系超電導体に添加した3%の亜鉛元素が超電導体を破壊することを確認。この成果は、鉄系超電導体のメカニズムの解明につながることが期待される。 2015年7月3日、Nature Communications に掲載された。2015年9月30日、東京農工大学と科学技術振興機構が、鉄系高温超伝導の磁石化に成功。本研究成果は、2015年9月30日に、英国物理学会発行の科学誌、スーパーコンダクターサイエンステクノロジーのオンライン版に掲載された。 2016年1月29日、理科学研究所、大阪大学、高気度光科学研究センターの共同研究チームが、超伝導を示さない、鉄系超伝導体母物質のフォノンの、精密測定に成功と発表。1月25日付のアメリカの科学雑誌、フィジカルレビューに掲載された。共同研究グループは、時期秩序状態にした。 鉄系超伝導体母物質、スフニアズニのフォノンの違法的な振る舞いの観測を試み、その結果、磁気秩序状態でのフォノンエネルギーの分裂の観測に成功し、エネルギー分裂の大きさは理論計算よりも小さく、磁気揺らぎの効果として説明できることを発見した。本成果は、鉄系超伝導体母物質のフォノン測定により、 自性情報に対する知見を得た初めての例であると同時に超電導の発言に不可欠な要素であるフォノンと自性がお互いにどのように関係しているのかという重要な問題提起している。2016年4月7日東京工業大学のグループが鉄系超電導体の一つである鉄セレン化物フェセのごく薄い膜を作成し35系で 超電導を手にさせることに成功したと発表を。3月28日付の米科学誌、米国科学アカデミー企業のオンライン速報版に掲載された。2016年7月12日、東京大学と京都大学の共同グループが、鉄系超電導体の一種において、ある蘇生を境に、電子状態が大きく変わる、臨界点が存在することを明らかにした。 電子がある一方向に揃おうとする液晶のような性質を示しており、超電導が現れる気候を解明する上で重要な手がかりになる。成果は、米科学アカデミー企業に掲載された。2017年5月29日、東京工業大学の研究グループが、飛散水素化鉄サマリウムに過剰に電子を注入すると、磁気モーメントを持つ、 反教授聖書が現れることを発見したと発表した。同研究結果は、米科学アカデミー起用電子版に掲載された。2018年1月10日、東北大学のグループが、鉄系超電導体の一種の鉄セレンで、質量ゼロのディラック電子が存在することを明らかにしたと発表した。米国物理学会士、フィジカルレビュー B に掲載され、エディター、 エッサジェスチョンに選ばれた。2020年3月10日、東京大学産業技術総合研究所、ドイツカールスルエコーエ工科大学、アメリカミネソタ大学の共同研究グループが、鉄系超電導で電子の集団が、どの方向にも揃う新しいタイプの量子液晶状態が実現できることを発見したと発表。同研究は、2020年3月9日週の、 米国科学誌、Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America に掲載された。TC の記録更新を受けて2008年2月に、細野と高橋らによって、メイチャー誌へ論文が投稿、受理され、2月18日には、特許出願とプレス発表が行われた。翌日には、全国誌などで報道がなされている。 同年6月には早くもネイチャー誌で、鉄時代の可能性という記事が書かれている。2008年の夏には、応用物理学会の講演会で、臨時セッションが組まれ、低音物理国際会議でも、基調講演とナイトセッションが追加されている。また、2009年2月までの1年間で500法近くの論文が発表され、論文誌の特集号も3冊以上刊行された。 2008年に鉄系超電導体の発見を報告した最初の論文は年間の引用件数が世界一になったが引用はなお続いており2014年5月時点で5000回以上引用がされているテルルカ鉄に用をドープしたフェイト1 x s x は通常は超電導性を示さないが空気中に長期間さらすなどすると超電導性を示す この化合物を超伝導物質にするには、種類で煮るのが最も有効である。実験では、テルル化鉄を赤ワイン、白ワイン、ビール、日本酒、焼酎、ウイスキーに浸し、それぞれ摂取70度に加熱すると、翌日には超伝導物質になっていることが分かった。特に赤ワインが有効である。なぜこうなるのかは2010年の実験段階では分かっていなかったが、 2012年になり、超伝導誘発作用を持っているのは酒に含まれる、クエン酸、リンゴ酸、ベータアラニンなどの有機酸であり、これらが余分な鉄を鉄イオンとして、酒の中に溶かし出すことによって、超伝導物質になることが分かった。ありがとうございます。